はい、どうも皆さんこんにちは。今回の動画はですね、この間行ったプレゼント企画なんですけど、その時にコメントをいただいてたんですけど、当選者の発表をしてほしいと、そういうコメントをいただいておりましたので、今回はですね、当選者の発表と、発送した様子とか、到着後の様子などをお届けしていきたいと思います。それでですね、プレゼント企画の、応募総数なんですけど、103名の方から、ご応募していただいてですね、数多くの方から応募いただいてですね、ありがたく思っております。それで、1番2番3番あったんですけど、1番のまずグランデがですね、43名の方から、ご応募いただいて、2番の着生板が、17名、3番のウィリンキーのドア2つだ、こちらもまた43名の方から、ご応募いただいて、まあ、1番と3番の、グランデの板付けと、3番のウィリンキードア2つだが、人気だったようです。はい、それではですね、まずはですね、当選者の発表をさせていただきたいと思います。1番のグランデがですね、パンパースさん、素敵なお名前ですね、ありがとうございます。はい、続きまして2番の着生板がですね、まどか中村さん、続きまして3番のウィリンキードア2つだ、がですね、中年と青年のアクアリウムさんですね。はい、ありがとうございます。それではですね、発送の様子と、到着後の、様子をご覧になっていただきたいと思います。ちなみにですね、2番の方の、着生板はですね、今完成したところなので、完成した様子を、ご覧になっていただきたいと思います。まずはグランデの様子なんですけど、穴に針金を通して動かないようにしました。あとはラブレターを添えてですね、このように梱包しました。次にウィリンキードア2つたは、周りにスポンジを置いて動かないようにして、あと湿気を確保するためにサランラップを巻いて、このように梱包しました。はい、次に段ボールにハンコなんかを押したりして、車にポンポンと詰め込んで、黒猫山とへ持って行って伝票を制作して、発送いたしました。そしてこちらが、パンパースさんのご自宅に到着したグランデの様子ですね。綺麗に飾っていただいてですね、ありがたいですね。他にも、素敵なビカクシダが、たくさんあってですね、素敵ですね。お写真ありがとうございました。次にこちらがですね、中年と青年のアクアリウムさんの、ご自宅に到着した後の様子ですね。こちらもですね、綺麗に一瓶ずつ分けていただいてですね、綺麗に飾っていただいております。お写真ありがとうございます。そしてこちらがですね、2番の、着生板、まどか中村さんにお選びいただいた板で、このような感じで作らさせていただきました。はい、ということで今回は、プレゼント企画の、当選者の方発表と、その後という形でお送りさせていただきました。ですね、まあ、今回初めてだったので、まあ、至らないところもあったと思うので、まあ、その辺を改善しながら、次回はですね、まあ、抽選の時は、まあ、ライブとかでやっても面白いかなと思ってますので、またよかったらご参加お願いいたします。はい、それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。次回はですね、ビカクシダの冬の管理方法、もしくは、ですね、ビカクシダの鉢植えのもっさりしたのがありますので、その辺の、株分けなどお送りできたらなと思っていますので、また楽しみにしていただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。